はいえー、ではあレビキーの14章を開いてください、レビキの、えーの14章を開いて、えー、ください、えー、この非常に長いところですね、えー、このお13章、14章、えーとですね、旧約聖書の200ページですね。 13章と14章のところにサラートとと、まあ、訳されているですねあの、まあ、前は、らい病と訳されていましたけれども、まあ、その患者、また服について見ていきましたそして、この14章で清められた後どうなるのかまたこのかその症状が出なくなっても確かにもう出ない。 こう治っているというふうに思われる、まあ、人に対してどうするのかという、まあ、この回復の方ですね病からの完全な回復の、まあ、こちらは喜びの知らせ福音について、えー、見ていくことになります、まあ、前回のおさらいですけれども、えー、とこの症状がですね、えー、この前あ,たるあ,のあんまり使わない言葉、まあ、医学用語にもなりますが 先行性の症状、ですね先行、だから潜る、ですねでも進行する、潜って進行するということで、まあ、その一例としてあの梅毒をねあのこのお話ししましたけれども、えー、とこの症状がこう初めに出てで、まあ、引っ込むんですよね、でしばらくしてまた症状が出て、でもその時に出てない時あなんだ、もう治ったんだと思ったらそうでは全くなくて。 えっともっと信仰して、で結局、手遅れになるという、この長い期間をかけて手遅れになるということで、非常にこれが聖書全体で傷というふうにも言われていますが、こ,のえー、こ,のこれが罪を象徴するですね、えー、この厄介なあこの性質をよくこう見せているものであるということで。で私たち、ね、イエス様が ではなぜ、あのように傷を受けられたのかとむち、ね、打たれて傷を受けまた、えー、と手と、えー、足に釘を打たれてですね傷を受けられたのかと言ったら私たちの罪の清めのため癒しのため平安のためだというところも見てきました。でさ、えー、さららににね、えー、とおさらいをすると先ほど言ったようにやっ 怪異なところをこのね。隔離するという方法で見つけ出そうとするわけですね。このえっ、ー、と明らかなのはもう悪性のチラートと呼ばれてますけれども、そしたら汚れているという風うにされますけれども、えっ、ー、とこのなかなかこう。微妙なところにあるところは7日間隔離してでえっ、ー、と引いていない。症状が引いていない場合は？ あのさらに7日間隔離して、えそれで、えっと、このそのままだったらば、清いと宣言するんですけども、しかしまた出てくるっていうかのことがあるうる、十分ありうるで。それで、汚れていると宣言するとまあ、いうことなんですね。だから、これが、えっと、私たちの罪というのが隠していくという傾向がある。こ自分が、えー、この欺いていくということをですね、このイエス様が、えー、この、 パリセイ人,人と話すとです、ね、もう自分のことを正しいとしていきますから、えー、このイエス様はそうではないということ、えー、この彼らの中に、えー、このこうごめいている罪があるんだということをですねイエスも示されましたよね。まあ、そういうことなんですよ。そして、けがれたものはイスラエルの共同体から、えー、この離れていけなければいけない、けがれ,れていると叫ばなければいけないという。 まあことなんですよね、まあ、こういう,う,うこの神との交わりから、汚れがあると話されているというところから私たちが清い神と交わる、または、えー、清い民ですね、国民である教会の中にいるという時に、汚れがあるとそこにはいることはできないんだということです。まあ、ここまで聞くと いやーもう本当に、えー、と落ち込んでしまうというか、えー、じゃあ私は教会に入れるのだろうか私は神様と交われるんだろうかと思うかもしれませんが14章から福音が始まりますこの犯されたものが清められる時の教えところ2節に書いてありますけれどもそこで祭司が何をしなければいけないのかというところにもう本当に素晴らしい福音が 隠されているんではね、一、ね、節から四節までをまずお読みします。主はモーセにこうせられた。サラートに侵されたものが清められる時の教えは次の通りである。彼が祭司のところに連れて来られたら、祭司は宿営の外に出ていく。祭司が調べて、もしサラートに侵されたものの、その幹部が治っているなら、祭司はその清められるもののために、 庭の生きている清い小鳥と杉の枝と黄色の頼糸とひそプを取り寄せるように命じるということなんですね。え彼らがずっとこの宿営の外にいるということなんですけれどもこのえ治っているのではないか、ね、治っているならばと本当に治っているところが確認できたといったら祭司の方から、まあ、そこに行くわけなんですよね。 宿命の外に出ていくわけです。で調べて確かに治っていると、まあ、いうふうにあります。でね、ここでね、非常にこう気づいてほしい大事な点が、えー、妻子が治してるんじゃ全然ないんですね。治っている場合は妻子が見に行くということなんですね。まあ、非常にこうお医者さんに似ているかなっていうふうに思うんですけれども、 お医者さんって治すっていうふうに私たち思いがちですけれどもいやいや、お医者さんってほとんど診察するなんですよね診断するわけであって外科、まあ、手術の人はいろいろ治したりはしますけれどもねで、えー、この人を癒すのではなくあ人を癒していないんですね、この妻子がそうではなくて調べて治っているかどうかを確認するという。 ここにですね、神しか直せないというでここに神が介入されなければ直せないんだということなんですねで私たち今立法を学んでいます立法というこのモーセに与えられたえこの規定なんですよねでこのね立法というのはね限界がいつもあるんですでね限界があると同時に目的があってそれは何かって言ったらですねこの、 これだけでは完成できないこれだけではこうストーリーが終わらないこれだけではうまくこうないっていうですね肝心のところがないみたいな感じかな、うん、こうなんか体はあっても魂が入ってないみたいなそういう完全肝心なところがないというこのこの 問題があるんですねだからそこで神があってこその介入があってこその完成なんですけれどもそこで福音書を読むとですねこの立、まえっと、法を読んだ学んだ後で福音書を読むとねああこのこの方が立法の完成なんだてよくわかるんですね。ヨハネの一種の17節で立法はモーセによって与えられ恵みと誠は イエス・キリストによって実現したからであるということで、立法を学ぶとですね、この救い主が来られることを熱心に待ち望むようになっていくようにデザインされているわけなんです。旧約の時代の時からもうすでに癒されている人が起こされてますけれども、ナーマンがね、不思議なことに、違法人であるナーマンがもうすでにそこで癒しを受けて、あの えと預言者、エリシャの指示の通りヨルダン川で7度浸かることによって幼の子の肌のようになったと、まあ、この神のご介入があったわけでしょそしてあのイエス様が三上の説教を話されてしばらくしてからこの,えこのしばらくしてからってその直後だと思う結構早い時ですけれどもマタイによる福音書の8章の1節から4節にですねこのサラートにかかった人 雷病にかかった人が出てきて、主のもとに来て、れ伏して、主をお心一つで私を清くすることができますと。主をお心一つで私を清くすることができますってね、これね、あなたこそがキリストって言ってるに等しいんですよね。で、イエス様がそれでちゃんとお答えになって、イエスは手を伸ばして彼に触り、 私の心だ。清くなれと言われた。でね、あの、福音書だけ読むとね、これなんか、なんかよ,よさそげな話っていうの、この、ね、なんかいい話で終わっちゃうんですけど、この、心13章と14章をじっくり学ぶとですね、うわ、これすごいなってことですよ。人間ではないんですよこの。この会話自体がもう、あなたはキリストですって言って、イエス、その通り、私はキリストだよって言ってるに等しい。なんでかって言ったら、 近づいちゃダメなんですよ人には汚れてるって言って離れなきゃいけないでしょそれなのに近づいてってるんですよねでなんでかっていうと神のご介入があって初めて清められるわけで神に触れられたいと願っている神のキリストだっていうことをこの彼はこのザラートに侵されてる人は知っているから言ってそしてイエスさんはそのことをお認めになって私の心だ清くなれと言われて触れられたわけなんです。 クリスチャンってある意味でイエス様にこのようにして触れられた人ですよねイエス様に触れられて恵みによって清められたんですよ皆さんどうですか自分で自分を清くしようと努力しても清められてないっていうことをもうイエス様に出会った人は知っていますよねイエス様に触れられたら恵みによって その流された血と見たまによって清められたという確信が与えられてこれこそがえこのまあ雷病がさらっと示しているものなわけなんですねでね今最後のところで興味深い清められるもののために清い小鳥をにはあのなんで清いって書いてあるかって言ったら,あのほら食物規定のところで 猛禽ですね。猛禽、汚れているって書いてあったから、そうじゃない清いっていうことですね。そうではない小鳥にはと、あとは杉の枝。あとね、寄りー黄色の寄りー黄色っていうのは、あ,のあれですね、この濃い赤。かなり濃い赤。で、ヒソプですね。で、これを用意せよと。 こう言うんでですねで5節から7節をお見せしますよ。妻子はこの小鳥のうちの1羽を新鮮な水を入れた土の器の上で殺すように命じるそして生きている小鳥を杉の枝と黄色のより糸とひそプとともに取りそれらをその生きている小鳥と一緒に新鮮な水の上で殺された小鳥の水血の中に浸す。 それをさらあトから清められるものの上に、7度かけ、彼を清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放つと、なんか洗礼みたいなことや、敵礼みたいなことやってるよね。血の混じった。まあ、今度の日曜日、それはやりません、ね。ただの水を使いますけれども、まあ、冗談ですよ、ねで。もちろん、もちろん実際にただの,あの普通の水を使いますが血は、血は混じったのは使いませんけれども、非常に興味深い儀式です。 でここにしか出てこないんじゃないかな14章にしか他になかったような気がしますね非常にユニークですでもねこれ似たようなことは起こってますえー、モーセたちがエジプトから出てきたエジプトじゃなくてね紅海を渡ったばかりのあとでの、えー、奇跡マラの水苦い水に対して神が 木の枝を入れなさいと。で、入れたら甘くなった、美味しくなったわけです。そのような奇跡があって、今も水の中に、この、えっ、ー、と、杉の木ですね。枝ですね。杉の枝ですね。あと、ヒーローのより糸っていうのは、あの幕屋の幕に多用されていましたし、ですね。 まあ結構今まで出てきたのあと、ひそぷひプっというのはあのこしの祭りの時にもあの門柱とかに鴨居とかにこ地をですね浸してでそれでこうつけるわけですけれども、まあ、そこにも出てきましたでねここをじっくり見るとこのイエ福音書を私たちは知ってますからものすごい細かくイエス様のご生涯が見えてくるんですよ ほとりというのは天から来ているっていうか、空を飛んでいる鳥がいるわけですね。天から来ているわけですが、で、えー、そして、えー、血が、このほふられるわけですね。イエス様、ほふられました。ね、土の器の中に湧き水なんですよね、これね。新鮮な水なんです。イエス様は、サマリアの女に、 私が与える水を飲むものはいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が分けてもイエス様のうちにこの御霊の命の,この水があるわけですね。で、土の器というのが、あのパオロがですね、私たちは土の器にキリストというこの宝を持っているつって、この脆い人間のこの体、肉体を。 表してて、イエス様は肉を取られた、肉体を持っておられるわけなんですよ。そして血を流されて、そしてその血の中に、えー、この血を、あの、えっと、その水の中にですね、この血、えっと、水と血によってご自身を表されて、この第一お金にはイエス様は水と血によってご自身を明かしされたって書いてますけれども。で、でですね、 ヒーローですよ、ヒーロー。血の色でしょヒーローって血の色ですよ、まさにね。で、水に浸されました。さっき言った、あれですよ。バプテスマ受けるっていうね。これ、水に浸されるっていうこともここでありまして、で、それを、えー、一体化させるために、こう、7度振りかけてですね。でね、生きた小鳥もあるわけです。生きた小鳥。生きた小鳥。 これが水の中に入って、これ墓を表していて、で出てきて、よみがえられたイエス様ですね、放たれて天にあげられるわけです。もうここまでね、この、なんていうのかな、詳しくね、書かれてるって、すごいことなんですね、あのね、14章、恵みをね見ることができます。 もう本当に罪によって汚れて、人々から離れ、神からもう離れ、本当に汚れてるって言わなければいけない人が、このような恵みに、このキリストの御業を、この、完全に受けることができる。という、この、凄さがあるわけですね。で、これを行った後で、8節ご覧ください。8節、9節ですが、 水を帯びる、ね、そしてその人は清くなるその後で宿営に入ることができるしかし7日間は自分の天幕の外にとどまる7日目になって彼は、えー、髪の毛口ひげ眉毛など自分のすべての毛を剃り落とすすべての毛を剃り落とし自分の衣服を洗い体に水を浴びるこうして この人の人人は清くなるあの雷病の時もこも隔離が7日、7日って2段階ですけどここも2段階なんですよね。まずね、衣服を洗って毛をみんな剃り落とすんです。何でか分かりますこれ、ナーマンの時のことを思い出すといいんですがナーマンが雷病が清められたの、サラートが清められた時に幼子のような肌になったって書いてます。 だから、このえー、っと完全に沿って何ら、このいわゆるかさぶたとか、なんていうか、この、あのなんかこの、えっと、海鮮とかね、しあのそういうものが見当たらないっていうことがも、もう完全な形で、赤ちゃんのように生まれ変わったっていうですね、でこういうこと、証しができるわけなんですよ。で、さらに二段階ですから、その間に七、ね、日たつと、なんかちょびちょびっと入るじゃないですか。ね あの男の人だったら分かるけど、1週間ちょっとね、こう、髭剃らなかったらかなりボうボうになるよね。で、それがもう全体に、この眉毛も含めて全体になるわけで、でまたそるわけですよねで。衣服を洗って、そしてようやく、天幕の中に入ることができり、全く新しい人生を切り捨ての中で始めるということ、洗われてるということ、清められてるということを表しているんです。そして、7日経った後で、8日目、次、新しい歩みをする中で、儀式があります。 でその儀式のいけにえこれ生贄なんですけども、まあ、代表になっているのがこの代償の生贄というものでですけれども10節から13節までをお読みしたいと思います8日目に彼は傷のないオスの子羊2匹と傷のない1歳のメスの子羊1匹を 穀物のささげ物としての油を混ぜた小麦粉十分の三エパと油1ログを持ってくる清めを宣言する最初はこれらのものとともに清められるものを主の前、懐剣の天幕の入り口に立たせるとだから単にこの、えっと、あれですよね天幕の中じゃなくて今度は懐剣の天幕つまり 聖女ですね、幕屋ですね、そこの入り口に立たせて、祭司はオスの子羊一匹を取り、それを油一六と一緒に捧げて、代償の捧げ物とし、それを封建物と一緒の前で揺り動かすと、こういうふ、ね、うに揺り動かすと。で、そのお羊の子羊を、の羊を罪の清めの捧げ物と全哨の捧げ物とをほぐる場所。 すなわち、聖なるところでほる、あの、制度の祭壇のところですね。で、ほふる。罪の清めの捧げ物と同様に、代償の捧げ物も主祭祀のものだからであると。これだから、祭祀が後で、その肉を預かるわけですね。食べるわけです。これは最も聖なるものであると。もう学んだので、代償の生贄にえってね、学びましたが、これ、穀物の聖物と一緒に捧げるんですが、あの、 覚えてらっしゃるでしょうかね。例えばなんか人からなんか物を盗んでであるとか、だから人に何か損傷を与えた場合、加害行為ですね。まあ、罪っていうのは純粋に神の前で、神の基準に達していないっていうね、言われたことを行ってないっていうことですけれども、代償というのは、それだけではなくて、それ以上に他の人とに,に関わりを持つっていうことなんですね。で、なんで代償なのかと言うと、これは、 あの汚れだからですョ病このツラートというのは他の人に影響を与えてしまうものだからなんですねところで、この生贄にについてイエス様は先ほどのツラートにから清められたイエス様によって清められた人いますよねでイエス様こう言われたんですよマタイの橋の4節で誰にも話さないように気をつけなさい。 ただ言って、自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのために、モーセが命じた捧げ物をしなさい。ここですね。でここ、まさにこの14章のことを行いなさいとイエス様が言われたわけですけれども、えこの代償の捧げ物を捧げなさいということで、14節祭司は代償の捧げ物の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと、右手の親指と、 右足の親指に塗る。祭司は油16からいくらかを取って、自分の左の,、えー、左の手のひらに注ぎ、注ぐわけですね。こうやって。で、えー、右の指を、えー、左手の、左の手の、えー、手のひらの油に浸し、その指で油を、えー、手の前に。これは手の前にっていうのはどこかな、えー 砲弾の方までで行くんですかねそれとも、主の前だもしかしたら最大のところかな、これ7度振りまくわけです。ですね、そして、妻子はその手のひらの中の残りの油を清められるものの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち先の代償の捧げ物のの血の上につける。 最初はその手のひらの中の残りの油を清められるものの頭に塗ると結構すごいですね。皆さん分かりましたこの耳、耳、タブと右手の親指とで右足の親指ですね。最初にもう血が塗られていたところにこの油ですね。この寿司の前で7度振りかけた後でそして残りをですね、あのこうつけてですね、それぞれにつけて。 そして、残っての、まだ残ってるのあるでしょそれをこうバーっと縫う塗ると。ということを行って、行くわけですが、ここだけ見ると、えってなりますけど、これ、以前やった儀式とすごく似てます。なんだかわかりますかレビキに乗ってましたかな乗って、乗ってた車と、出征一部機に乗ってますね。祭祀の、 任職式の時です祭司が任命を受ける時に神の前でえこの使えるという時にこのここに血をあてがいまた油をえっとねその時油あてがったかなえっとね、まあ、血はあてがったのは確かですねでですねこれ大きいわけですよ祭司が幕屋でお使いするための清めなんですよね でこの右のところ、神から聞くことができるように。そしてこの手というのは神のもに用いられる聖なる手となるように。そして足というのは歩くところですね。歩くところが聖、器用さの中で歩めるようにということを表していて、それが清め、地によって清められる。イエス様が流された地によって清められる。それで精霊を表しているわけですね、油はね。だからこの油が塗られるっていうのは、この精霊によって、この 清められて、そして神様の声を聞いて、神様の御用に預かって、神様の行かれたいところに歩んでいくということができるように、祭祀と同じレベルにしてくれてるんですよ、今。これ、すごいことでしょ。もう本当にあなたはウェルカムなんですよ。神の交わりの中に完全に歓迎されている、この恵み、主の 見舞いに、主の前に出ていくという、恵みに預かって、考えてください、もう宿営の外にいたんですよ、ずっと。宿営の外に行っても、もえっと、夢のまた夢でしょ。この聖女のところに行って、妻子が認職するときと全く同じですね、取り扱いを受けているというですね、もうこの恵みなんです。皆さんがどんなに汚れていると、自分を見なしていても、 自分を思っていても、事実、汚れているんですけれども、神は、この礼拝のど真ん中に、この聖なる神のど真ん中に私たちを招き入れてくださっている。えー、そんなことできない。できる。イエス様が流された血と精霊では、それだけの力を持っているい。清めなんです。私たちが行った行いではなくて、 能の行いではなくてこの精霊によって恵みによって神の憐れみによって私たちがそうやって近づくことができるわけなんですよね19節最初は罪の清めの捧げ物を捧げ清められるもののために汚れを除いてなだめを行うその後で全将の捧げ物がほふられるそうですね、えー、と3匹いたんですね合計ね で、えっと、罪の清めのための捧げ物を次に捧げる。で、残りが全焼だそう。だから、神の前の罪の告白があって、でそして全焼っていうのは神に捧げますよ、ということを行います。すね。でね、21節からはね、非常に似ててい、一箇所だけ違うだけで非常に似てます。いいですかもしその人が貧しくて、それらのものを手に入れることができなければ、それらのものっていうのは羊ですね。 自分のためのなだめとなる封建物とするために大小の捧げ物としてオスの子羊1匹これは変わらないでまた穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦10分の1エパさっきは10分の3エパだったけど10分の1エパで三分の一減ってますで油1ロゴを取りまた手に入れることのできる山場と庭か家場とのひ難2羽を取りここですね。 だからあ残りのこの羊2匹の,か2 2匹の代わりに鳩の,、えっと、の2羽です、ね、を取りその1羽を罪の清めの捧げ物もう1羽を全焼の捧げ物とするということで貧しい人は結構こっちの方が多かったと想像しますよね。なんでかとっ,ったらさらートの人ですからねお金あったのかなっていうね。 だからこれ結構多くの人がやったんじゃないかなと思いますが続けてみましょうか23節8日目に自分の清めのためにそれらを会見の天幕の入り口の祭取のところに主の前に持っていく最初はその代償の捧げ物を子羊と油一六を取ってそれこれを貢献物として主の前で揺り動かし代償の捧げ物の子羊をほぐる。 最初はその代償の捨て物の血を取ってそれを清められるものの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る最初はその油を自分の左の手,に手のひらに注ぎ右手の指で左の手のひらの油を手の前に7度振りまくそしてその手のひらにある油を清められるものの右の耳たぶと右手の親指と 右足の指にすなわち大小のつげ物の血と同じところにつける最初はその手のひらにある残りの油を清められるものの頭に塗り主の前で彼のためになだめを行う全部同じですねだから、あのー、もう同じですよそして、えー、この大小のつげ物同じだしで次がもちろん違うんですね え30節また彼は手に入れることのできた山本か家畑の雛のうちから捧げるすなわち手に入れることのできるもののうち罪の清めの捧げ物としての1話を前唱の捧げ物としてもう1話を穀物の捧げ物とともに捧げる妻子は主の前で清められるもののためになだめを行う以上がさらートに犯された幹部があるもので 清めに必要なものを手に入れることのできないもののための教えであるということですね。こうやって、えー、このいろんな制限があっても主にお使いがすることができる。祭祀と同じ待遇をこのようにして受けることができるという、この恵みの福音があるんですね。神はエコひいきなさらない方です。 全ての人がキリストにあって一つであって誰かがより神に近づくことができて誰かが近づきにくいですねこの経済的な差によってこの身分の差に全くゼロですね逆に言うとお金がいくらあってもなんかこの何て言うか地位がどんなに良、えー、いいくてあってもですね全く変わりなくこのそういうものは役に立たないわけですね神の前にこういう,ふうに出れるという恵みが あるわけなんですよ。で、パウロが、えー、女の、男も女も、ユダヤ人も異邦人も、えっ、ー、と、自由人も、えっ、ー、と、あれ、奴隷もですね主に、キリストにあって一つですよと、このように言ったわけなんですよね。で、ここまでが、サラートに侵された人でした。次にですね、 なんと、家屋のサラートが出てきます。なんでしょうね、あのこれ、服と同じですよ。カビ。で,、ねでえー、当時ですね、当時っていうか、この、えーあ、言った方がいいとちょっと読,み読んでみますね家家。家は木造じゃないですね。石でできてます。いいですか ?33 です。 主はモーセとアロンにこう告げられた私があなた方に所有地として与えようとしているカナンの地にこれイスラエルのことですねカナンの地あなた方が入り私がその所有地にある家にサラートに侵された、えー、サラートに侵された箇所を生じさせたときその家の所有者は来て 妻子に何か侵された箇所のようなものが家に現れたと言って、報告するとあります。今、荒野にいますね。まだ紫外山のふもとにいますよ。けれども、これから約束の地、カナンの地に入ったらえ、この家に住むわけですね。今は天幕ですけれども、だから天幕のところでは起こらないわけです。だからこと、あのこのちゃんと説明してるんですね。これ、将来的にカナンの地に入ったらっていうことを言ってるんですが。で 犯された箇所のようなものが家に現れたと妻子は彼がその箇所を調べに入る前にその家を片付けるように命じるすべて家にあるものが汚れることのないようにするためであるそうですね、このなんかこうくっついててね、このカビがあるところにくっついてて。 でそしてこのなんか違うものにこう移っていくっていう可能性もありますしまたこれ全,てをこう全体を見てですねどこまで広がってるかっていうのを見る必要がありますね。犯された箇所を調べ、もしその箇所がその家の壁に出ていてそれが緑がかったまたは赤みがかったくぼみであってえ、ね、このカビだよね完全にねに緑か赤か。ね で壁の表面よりも深いところに見えるなら、妻子はその家から戸口に出てきて、7日間その家を閉ざしておく。隔離ですよね。あの人だったら隔離ですけれども、家の場合は閉ざしておく。妻子は7日目にまた来て調べる。もし侵された箇所がその家の壁に広がっているなら、妻子は侵された箇所がある石を取り出し、 それらを町の外のけがれた場所に投げ捨てるように命じるまた家の内側のすべての面を削り落とさせ削り落とした漆喰を町の外のけがれた場所に捨てさせるさらに別の石を取って前の石の代わりに入れまた別の漆喰を取ってその家を塗り直させるもう完全に石造りだっていうのが分かったかと思いますけども漆喰をね まあ塗るわけですよねこれ漆喰じゃないじゃないですか、まあ、壁紙ですから全然違いますけどもです、ね、塗るわけですけれども、あのー、そこのカビがあるところの石を取ってそして指定のけところですねそこに捨てて汚れた場所にさ運び出してでですね、えー、っと漆喰全部削るわけですよ、ぐわーって、まああのーまあ、私たちの、ね、日本社会だったら、まあ、壁紙全部剥がすわけですよ、ぐわーって。 ですね、でそ,そ,のそして、この、えー、とカビがあったところはこう捨てたところにまた新しいのを入れてまた漆喰で全部塗り直すわけです。43節もし石を取り出し壁の家の壁を削り落としまた塗り直した後に再び侵された箇所が家に生じたなら最初は入って調べる。もしその箇所がが家に広がっていたら それは家に着く悪性のザラートであり、それはけがれている。その家は、なんとね、その石材と木材の漆喰のすべてあ、木材も少し入ってるね、木材の漆喰のすべてを取り壊し、それを町の外のけがれた場所に取りえ運び出す。その家が閉ざされている期間中、そこに入るものは夕方までけがれる。ね、あの、このいろいろ解体作業しなきゃいけないから、あの入っていくでしょ。で、その家で寝るものは、その自分の衣服を洗う。 その家で食事をするものも自分でよく洗うと、この解体工事をしている人ですね、まあ、これは、えーとこのまあ、その人自身がけがれてるから、まあ、注意しなきゃいけないんですけれども、家全体壊すんですよ。なんでかってったら、もう、あのー、広がってて、修復のしようがないから、ねえー、とこれがあの、さらっと病あのラートに起こされた人の場合は、けがれている、けがれていると言ってね。 えっと、この宿営から離れなければいけませんけれども、えっと、石はね、家はね、この、えっと、人々は住んでいるところから離れることできませんから、破壊するしかないわけですよね。で、これを清めを私たちの教会、あの福音えっと、新約聖書の中でどう当てはめるかといったらですね、こういうことが書いてあります。第一コリンティの3章の16節17節で、あなた方は自分が神の宮であり、 神の霊が自分の家に住んでおられることを知らないのですかもし誰かが神の宮を壊すなら神はその人を滅ぼされます神の宮は聖なるものだからですあなた方はその宮ですとか誰か壊そうとしているものがいたらその人を滅ぼされるということですけれどもこのように、えー、この悪い悪の分子っていうんですか、ね、偽りの教師とかですねこの人々の肉,肉の悪さにつけ込む悪魔の仕業って言ったらいいでしょうかね まあ、そのようなものを神は滅ぼしてくださるという、まあ、それを滅ぼさなければいけない、取り除かなければいけないという、まあ、そこら辺に当てはめることはできるかなとは思いますね。まあ、でも、基本的に原則は全く同じで、この雷病、あの、あれですね、えっと、悪性の、ええっと、タラートですね、の場合の時と同じ、あの患者の時と同じです。で次48節、48歳です。 しかしもしも祭子が入っていくことがあり調べて家が塗り直された後にその侵された箇所が家に広がっていないなら妻子はその家を清いと宣言するですね清いと宣言したら侵された箇所が治ったからである妻子はその家の穢れを除くために小鳥庭羽と杉の木とヒーローのより糸とヒソポ鳥なんか聞き覚えがありますよねこれも、えー、と最初の方に出てきましたその小鳥のうちの1羽を新鮮な蜜を入れた土の器の上で殺す杉の 杉の木とヒソプとヒ色ローの寄り糸と生きている小鳥を取って殺された小鳥の血と神聖な水の中にそれを浸しその家に7度振りまく最初はその小鳥の血と神聖な水と生きた小鳥の小鳥と杉の木とヒソプとヒ色ローの寄り糸によって家の穢れを除きその生きている小鳥を町の外の野に放つこうして彼はその家のためになだめを行いその家は清くなると もう家の時とと、この家も回復しました。ね清家で。全く同じイエス様の取り扱いを受けて戻ってくることができるわけなんですよね。ということで、えーえー、45節、54節、ごめんなさい。最後ですね。以上がザラートに犯されたあらゆる幹部改選ですね。えー 衣服と家のザラート、腫れ物、かぶさ、あかさぶた、斑点についての教えであり、どのような時にそれが汚、えー、れていて、またどのような時にそれが清いのかを教えるためのもので、ザラートについての教えであるというです、ね、この13章と14章のまとめがありました。キリストによる厄介な性質の罪を清めていただくという、この 福音の力が私たちに与えられているわけですね。お祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございます。このようにして私たちが自分たちの行いではなく、義の行いではなくて、本当にあなたが憐れんでくださり、ま、本当にイエス様に出会わせてくださって、イエス様が流された血と、そして蘇ってくださった、この命にあって、そして生ける水、 湧き水、清い水によって、私たちが清められ、現れて、この幼子の肌のように清くしていただけるということをありがとうございます。そして、それだけではなくて、あなたにお使いできる、えー、この血と油注ぎを与えてくださっていることもありがとうございます。このことによって、私たちが死を、あなたにお使いが許されているといこと、使えることが許されているということを、本当にありがとうございます。私たちを用いてください。 サラーとの人も本当に祭祀、祭祀の前に、この主の前に出ていくことができる、この恵みを私たちが与えられていますから、どうぞ私たちをお持ちください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。